皆さんこんにちは、ペットでございます。スティーズスカイラインね、続きやってまいりましょう。さあ、住宅のね、あれなんだっけ、待ってなかった。87？ 違う、89か。この木やったらいけるのね。ああ、真反対にもね結局作っとったな。角度がなんかあれやね。狭いな。
公園ってなかったっけ。で、街の区画をちょっと、この辺ちょっと高密度のプレイしておこうか。ずれてるわけではなさそうやねん今日ね。じゃあね、ついに下のタイルに手を出しちゃいましょうか。340、これね340万やと思ってたんですけどね、よく見るとね違うんですよね。買えるんですよ実は。3400やったっていうね。まあ角っこはなんか立てるからいいか。これはね、これはめるとなんかうまいこといかんのよね。ずれてんのかな。ジャンクションが微妙にずれてるのかもしれない。まあいっか。違う、色が違う。
れてるんだろうね、これね。ああ、やっぱりそうやね。ああ、バス路線が死んじゃったか。微調整がね、いやいやね。そうやね、こうしないと揃わないのね。はい、では回していきましょう。あとは住宅地造成やね、また。
引っ張るかやな。これをもうちょっと伸ばして、まあこんなもんでしょうね。あ、20分超えてるわ。はい、ではね、ちょっと進めつつ、朝にならんかな。町の外、朝になったらちょっと町の外観見ましょうか。まあまあ補えてるとは思いますんで、あーね、下水、高校、大学、図書館、図書館の利用が少ねえな。感じですね。ではまあ開けないからちょっと外観だけ見て終わりましょう。外観というか街の様子ですね。お、消防車出動してる。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。